ホワイトソックスが MLB のシーズン最多敗戦記録を更新しかねないペースで黒星を重ねている。2日、日本時間3日のオリオールズ戦も3対13の大敗を喫して11連敗。借金77となり、サイズモア暫定監督はもっと頑張らなければならない。チャンスを生かせなった。今日はひどい負け方だった。と肩を落とした。今季108敗目となり、 オールスター明けから数えて4勝37敗。残り23試合で1962年のメッツの持つ不名誉記録120敗、1901年以降を塗り替えそうな状況だ。BVM スポーツはチームは最低限の反発しかできなかった。11連敗となり波乱のシーズンを象徴している。明日の試合に臨むホワイトソックスは、 引き続き悲惨な記録と格闘している。残り試合で勝ちたいなら、投手陣の惨状を改善し、打席で盛り返す方法を見つけなければならない。今後は戦略の変更が不可欠だ、と手厳しい。ネット上では9月11日の本拠地ガーディアンズ戦のチケットがわずか1ドルで転売されるケースも目につく。不名誉記録を回避できるのか、それとも歴史を塗り替えてしまうのか。